りました。勝俣かっチャンネル、え、登録者数が10万人突破しました。ありがとうございます。ここまで2年かかりましたね。数々の芸能人が途中で挫折をして YouTube をやめるこの世の中ですけども、根気強くやってきてよかったです。それを記念して今回はスペシャルゲスト、柳葉敏郎さんです。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。どうぞお座りください。お前のことだからお前に合わせてきたんだよ。頑張ってきてたんだって。キャプテンサンタのアロハで昨日買ってきたんだ俺。そうなんですか、先生。後でちょっと領収書。柳葉さんが白のコンバースで、翔さんが黒のコンバース。まあまあ、その話はどうでもいい。ちょっと今思い出したことは、ちょっと待ってくれ。思い出した、ちょっと待ってろ。あ、お待たせ、お待たせ。なんかな、これ届いてるらしいぞ、お前に。俺にですか。おう、これを、はい、渡せと。それで俺今日来たんだ。あ、誰からっていうのは聞かなくて、聞かない方がいいですか。そのプレゼンテーターとして。あ、そうなんですか。ね、俺今日来ただけだから。あ、これを私に来ただけなんですか。そうそうそう、だから。じゃあ開けてみていいですか。開けていいよ。すげえじゃん、なんか海外から来てるらしいぞ、これは。みんな、海外から来てるんですか。ほら、海外から来てるらしいぞ。あ、これで開くんだ。英語読めねえからさ。そうですね。あー、なるほど。やった、見たことあるやつだ。そうだ。あ、これ、あ、そうか、10万人突破すると、この盾が来るんだ。すげえなー。おめでとう。俺はこれを私に来ただけだから。いやちょっとせっかくですから、秋田からわざわざ東京に来て。違うよ、わざわざこのために来たわけじゃねえんだよ。そうですよ、そのドラマでね、仕事があって、ついでにこの話があったから、じゃあ行くよって来ただけ。相手に時間を1時間くださいって、あのマネージャーさんの方にお願いしてたんですよ。だってもう1時間もやるの。いや、1時間はそうですよ。だって久しぶりに会ったじゃないですか。もういつからだ。いや、3年ぶりぐらいじゃん。そんなに会ってないか。これはコロナの時期って何してたんですか。還暦を迎えた。え、そうなんですか。還暦を迎えたね。ちょうどコロナがはびこるぐらいに60になったんですか。だったね。で、お前といくつ違うよ。5つ僕、1965年生まれです。3月生まれ。1965年、俺1961年。ギバさんと俺4も違うんすか。お前いくつ違ってたと思ってたの。いや、俺ね、トンネルズと同い年ぐらいだと思った。トンネルズは学年1個下。あ、そうか。小3も1つ下ですか。あ、そうそうそう。あ、その学年で1つ上なんですね。学年ではね。こっちは俺の方が下だけど。ずいぶん下ですもんね、この野郎。20歳の時に一世帯入ったじゃないですか。ギバさんってそもそもどういう経緯で一世帯に入ったんですか。俺か。俺はね、秋田から、例えばひまわり、劇団ひまわりに入ったので、あの金八のちびどろ。あ、そう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 、あのグランド出る時にくるっとこけそうになるやつ。不良で出てましたよね。 あれ俺ひまわりに入って役者を目指したんですか。もちろん。その前にスタタン出てるじゃないですか。出たね。緊張がやってたスター誕生で、ピンクレディーさんとか森まさかさんとか出て、素人の人が歌を歌ってレコード会社がこうスカウトするので、あの歌手のオーディション番組ね。あれはひまわりの前ですか。ひまわりの前。あの時はじゃあ歌手を目指してるんですか。ねえ、あの時はね、予備校通ってて。はあ、東京の。秋田の。はい。あ、じゃあまだ上京してないんですか。してない。スター誕生出た時は。で、まあ予備校に通ってたって言うけど、通ってないんだよ。行ってないですか。そうそう、はい、在籍だけしてて、あの海行って遊んでたりとか。そんなことばっかりしてたから、いや、これじゃいかんと気づいたんですね。そうそうそう、はい、思って、勉強好きじゃねえしなって思ってた矢先に、そのスタタンの秋田予選があって。そうか、全国で予選してたんですか。で、秋田予選で、何スタタンの予選とか言うから、まあ、これでちょっとさ、気晴らしでもうやって、で、まあ気持ちすっきりさせて、まあ、受かったらだってレコードデビューですからね。関係ない、全然考えてない。あ、
ただ出たかったんです。そうそうそう、どんなもんか。そうか、夢中になれるものがなかったから。そうそうそう、で受けたら通っちゃって、あ、でじゃあ本番出てくださいと、うん、金ちゃんが司会やってて、うん、でまあそれがきっかけだよね、うん、でその時に審査員の中村太地先生、ああ有名な、はい、の一言が頭に来て、頭に来た、うん、君たちは歌を甘く見てる、みんな合格しなかったのよ本選でよ、あ、万歳なしよだったんですね。そうそうそう、で甘く見てる、うんうん、そう、確かに甘く見てる、だって歌手になりたいと思って出たわけじゃないからさ、うん、でも歌手を目指して来る番組ですからね、まあ、一応ね、はい、うん、だからなんかね、その自分のこの胸の中をこう透かされたような気がして、うん、なんだこの親父と思って、だって甘く見てたわけですもんね、うん、悔しいなと思って、あ、なんか思い出作りに来たけど、なんかこの胸に突き刺さる言葉だったんですね。そうそうそう、この親父に認めてもらいてえなって思っちゃったんだな。でこれは東京行くしかねえな。そうか、ほんの思い出作りで来たら、うん、刺さる言葉を言われて、うん、で悔しいと思ったんですね、うん、それが上京のきっかけで、ひまわりで、あの新聞に広告が出てたわけ、はい、劇団ひまわりと劇団いろはと、え、それは東京来てみたんですか、うん、秋田で、秋田で、うん、でそんな新聞を見てた時にパッとテレビ見たら、テレビの後ろがピカーって光ったんだよ、はあ、なんだ今のって、テレビの後ろが光ったんですよ、画面じゃなくて、テレビの後ろが光った、はい、ブワーンって、秋田でですよね、秋田でよなんだその疑いの目は、故障なわけじゃないですよねそれポンってブラウン管が破裂するとかじゃなくて、光なんですね、光なの、ウワーンっていう光なの、うん、でその時にビビってきたんだよ、俺これ劇団入るんだっていう、勝手に、うん、そういうなんか感じた、その光がなんか引っ張ってくれたんですか、ひまわりに来いっていう、うん、東京に来いっていう、うん、で行ったんですか、で東京上京したの。ひまわりって簡単に入れるんですか、入れない入れない、やっぱオーディションみたいな、要するにオーディションを受けに出るわけさ、はい、芝居なんかだって何にもやったことないわけでしょ、まあね、文化祭のね、学芸会ね、うん、文化祭のお芝居ぐらいだよ、その頃は主役とかやってたんですか、そうやってたの、あ、じゃあ好きだったんですね、人前でなんかやるのは、うん、嫌いじゃなかったな、まあそうでしょうね、じゃなかったらあんな前に前に出てこないですからね椅子を見た時も一番前でしたもんね、まあ、うまいからですから、お前ふざけんじゃん俺がなんか俺の気持ちだけで前に出てたわけじゃねえからなこうピラミッド型の一番前でしたもんね、それはお前川崎先生に聞いてくれよ、うまいからですけど、俺はバカ、俺うちの桜なんか 娘なんかあれだぞ、お父さんすごいね、セフビセピアのセンターじゃん、センターです、センターだぜ、はい、別に前に出てたわけじゃないんだから、あれセンターはなぜ柳葉さんがセンターかというと振り付けを覚えるんです、覚えない人もいるじゃないですか振り付けを、まあ、その話すると長くなるからでもそれでひまわりに入るわけですよね、まあ、まあね、入ってまあ上京するわ、うん、まあ、まあいろんな事情はあったけども、うんね、上京してでまあ、ひとっところ3年折れねえやつは何やっても成功しねえっていう、石の上にも3年っていう言葉があります、うん、そういう言葉をね高校の時に先生にもらってて、うん、でとりあえず3年いてみようと、うんうん、あ、ひまわり3年いたんですか、3年いたね、すぐ一世紀じゃなかったんですね、じゃあ3年いて、じゃあいろいろ舞台とかもやったわけですか、舞台でもうエキストラだよね、あ、ほとんどエキストラで、まあちょうど3年経って、うん、で当時のひまわりのマネージャーさんに、ちょっと外出させてくれませんかと、エキストラなのに、うん、まあ、急じゃないですよ、役はねもらい始めてたの、ああそうですか、うん、その当時、うん、もうじゃあお芝居もいろいろこなして、こなしたかどうか分かんないけど、うん、まあ自分なりにね、まあとにかく3年経ったんで、うん、ちょっと旅させてくれとで相談したら、うん、うん、でもう何かあったらいつでも戻ってこいって言われた、あ、そうだったんですか、うん、あったけえ言葉だなと思って、うん、でも横田さんって言うんだけどね、はあ、
うん、そのマネージャー、うん、じゃあ頑張って旅してきます旅してきますとでと言ったものの、うん、行く先なんかねえわけさ全部人生そうですもんね、うん、とりあえず言ってから決めるっていうそう、うん、でいや言ったはいいけど、うん、さあどうするってね旅ってなんだと思いますしね、うん、どこに旅していいかわかんないですね芸能界どこ、はい、ど今俺はどこにいるの、うん、っていうとこなんだけどまあたまたま住んでる近くにさ秋田出身の人がやってるお店があって飲み屋さんですか飲み屋、はあうん、カウンターだけの、はあ、でそこで、まあちびちびやってたのよ、うん、だから大将がお兄ちゃんどっから来てんのって話していや実は秋田かで、うん、だからその秋田の看板だったんでちょっと入ってみたんですよ、うん、っつったらおそうかっつってで何やってんだっていうかいやこういうこれこういうことなるほどな実はなってうちの店に、うん、スターダストの、はあ、事務所ね細野社長が来てるんだと、うん、お前はスターダストって知ってるかって、うんうん、聞いたことありますと、うん、ちょっと会ってみるか、うん、って言われてその人を繋いでくれたんですそう、はあ、で細野さんと時間合わせて細野さんはその時もスターダストの上の方なんですか社長社長あそうなんですか、うんはあで飲んでるうちにうち来てみるかっていう話になって、うんうん、当時も野々村誠とか、はい、あいつは名前言っちゃいけねえな、はい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 、青年隊の方ですよねあそう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 、はいうん、とか風見慎吾とかあもうスターダストだったんですかもういるわけみんなあ、うん、でまあ、はい、いいですかじゃあお世話になります、うん入りましたで入ってなあと柳葉と面白いグループがいるからおちょっと見に来ねえかそこからかそれが、はい、当時の劇団霊神会という伊勢美の前ですよねはい、はいうん、そこにみんないるわけセビアのメンバーとかですか翔、うん、ちゃん以外ああ翔さんまだいないんですか、うん、はい、うん、もうほとんどいるわけ、うん、そこにでも道で踊ってたわけですかその練習会として舞台もやってたのあ、うん、じゃあほんと劇団ですねそう、うん、で、ね、これ劇団っすよねって言ったら、うん、劇団なんだけどみんな別に役者目指してるわけじゃねえんだ、うん、って言ってじゃあ道見に行こうか、うん、って言って次回道を見に行くわけストリートで踊ってんのも、うんうん、で何やってんだ、うん、こいつらと思ってその時は踊ってたんですか練習会はやってたやってたあの伊勢海みたいなことをやってたんですかやってたあじゃあ団長がいて振り付けとかやってたってことですか川崎先生もやってたんじゃない先生も練習会のとこから、うん、やってたと思うんだけどそれあれですか渋港の前ですかそう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 あ同じとこなんですね伊勢海で踊ってたと NHK の前のとこですよね、うんうんうん、でそれ見に行って、うんうん、なんか面白いっちゃ面白いなと思って、うん、で後々今度稽古場に行くわけはいで稽古場で、まあ、当時の頭の人間と、うん、話をしてでも俺はほらひまわりっていう団体なところでやってきて、はい、一人で何かしたいと思ってるから、うん、旅ですもんね、うん、またこの集団に入るっていうのも、うん、どうなのかなって思いながら、うん、こう話し合うんだけど聞くとそのそれぞれ夢が違うわけ、うん、みんな仕事を持ってましたもんね、うん、あれこれ俳優になりたいやつ何人いるんだと思って、うんうん、あここれは隙間があるなと思ってそうか自分の、うん、居場所があるわけですもんね、うん、これアピールできるんじゃねえかと思って入れさせてもらった、うん、入りたいってすぐ入れたんですか入れたねだってみんな尖ってるじゃないですか年齢的にもまあねまあ伊勢海の時もそうですけど伊勢海の前の練習会もっとすごかったって話も聞きますしなもうすごいっていうかどう聞いてんだよ食べてると焼き鳥の串がいっぱい頭に刺さってくるってそれは俺やろそれは俺や
だから焼き鳥食った本数が人の頭で分かるっていう。そうそうそう。俺ね、それはね、あの鈍角さんっていう人がいて、はい、飲んでる場所で、あのやるわけよ。串をですか。プチって。はい。すっげえ人だなと思って。当たり前のように人の頭に刺すんですか。うん、それで当たり前っていうか、ねえ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 って。ちょっといいやってみてって言うから、いやいや痛いっすよ痛いっすよって言って、いいからちょっとやってみてって言って、プチってこのギバさんが刺されるんです。そうそうそう。この感触がすごい新鮮だったんだよね。うわっ、なんだこれ。痛えこの野郎じゃないですか、うん、うわって快楽物質みたいなのついたんですよ。え、何頭蓋骨の上にってそんなにあるのみたいな。肉がね、ああ肉が、ああ、お、すげえこれ。だって立つんですもんね。もう一回やってみてくれますみたいな。それが俺、快楽物質が出るんですか。うん、それがね、癖になっちゃってね。やられてた方なんですか。最初はね、最初は。最初は。そうか、快楽物質が出るから、人にやってあげたらその人も幸せな気持ちになると思ったんですか。この感触はね、多分誰も知らないと思うのよ。知らないですね。それを教えたかったの。自分が味わったね、感じてほしかった、うんうん。じゃあ練習会で踊ってたんですか、うん、渋谷で踊ってた。それは何年ぐらい続いて一世風靡になるんですか。2年ぐらいじゃないかな。1年はちゃんと踊ってて、みんなでやってたな。そこからこう分かれるわけですよね、練習会と一世風靡が。そうだね。その分かれた時に一世風靡の方に来るっていう、うん、結局ね、スターダストから独立しようっていう話になるわけ。その霊神会自体がですか。若造たちが。ああ。で、って一瞬考えるよね、うん。だってスターダストも大きい。そう。母体があるから、そこにいればね、うん、絶対いいお仕事も来るでしょうし。もうすごくそこはやっぱり対立するわけ。ああ。うん、みんなで。でも若いから自分の船を持ちたいわけですよね。で、旅立ちたい人間と、うん、そうじゃない人間。でだって恩義もありますしね、そうそう、事務所っていうのは。そうそう、こう別れたわけ。ああ、別れた時に、うん、できたのが後々、まあ、一世不備の会社になるわけ。新しい船に乗ったんですか、うん、大きな船に残らずに、うん、旅立つのが好きなんだよね。旅立って旅してくるってひまわりのマネージャーに言ったんですもんね。それが大きなねところに残ってたら旅じゃねえじゃねえかって、お前でかいとこ行きたかっただけじゃねえかって言われますもんね。な、そうか、うん、もうルフィみたいなもんですね。なんかそんな言い声じゃない。ワンピースみたいなね。俺らの宝物を探しに行こうっていう。まあね。で、翔さんはいつ現れるんですか。翔ちゃんは、いやいや、もう翔ちゃんもいるわけ、その時点は。練習の時に。俺よりね、1日前かな。1日前か2日前に翔ちゃんが入ってるの。練習会にですか。練習会に。出会ったのはギバさんの方が早いけど、いや、翔ちゃんも早いんじゃない。練習会でやっても翔さんの方が早いんですか。え、誰が。練習会と翔さん。あ、そうそうそう、翔ちゃんが早い。あ、翔さんの方が早く入ってるんですか。ロックンローラーじゃん。ローラー族ですもんね。ああ、ローラーの仲間が結構いるわけ、練習会の中には。はい、うんうん、そうか、翔さん一つ下だけど入ったのが早かったから、はいはい、なんかこう同等みたいな、同級生みたいなノリじゃないですか。一世風靡でさ、まあお前はどう思ってるか知らないけど、はあ、まあ一緒に動いた人間たちに上も下もないよね。はあ、うん、俺はやっぱ翔ちゃんはね、俺に持ってないもんを持ってるわけ、あの人。全然真逆ですもんね。違うだろ、はい、あの社交性といいさ、真逆、あの会話の、うん、発信といいさ、辻褄合わせ天才。お前言っていいのか。俺でも言わねえぞ、そこまで。何でも自分流にルールを変えて自分の勝利に持っていくっていう。で、ギバさんは負けてもいいから曲げないっていうタイプじゃないですか。だから本当、僕よく例えますけど、群れで狩りをする相川翔、単独で狩りをする柳葉敏郎っていう、ライオンと虎なんですよ。よくわかんねえ。じゃあそこで合ってるんですね。うん、そう。で、一緒の船、一世風靡っていう、うん、船で船です。株式会社かや一世風靡を作って、でその時はもうみんな、あの将来の夢を持ってね、それぞれの仕事でやってましたもんね。生きてって、それぞれがでっかくなって、それぞれのビルを建てて、あ、ビルに通い合おうぜっ
ていう夢を語り合って、そういうことやね、船出したわけですね。だからもうその残った人たちとは、うん、まあ残念ながらそのうちはそんなにお付き合いはない、ね、まあそうですよね。だって後ろ振り向いてる場合じゃないですもんね、うん、自分たちの未来をどうしていくかですもんね、大切なのは。でその中でストリートパフォーマンスを続けてて、伊勢海セピアが立ち上がるわけじゃないですか。はいはいはい、これがまたねあるわけですか。ね、そこを我々は聞きたいんですよ。聞きたい大手プロダクションの社長さんとか交流を図るわけ。ああ、お前を知らない。お前はさ、その一世風靡っていうものはさ、何だと思ってるの。ふざけんなってことばっかりやっただろ、お前。お前と俺一生せねえよ。ギバとショーはもう止められないから、このテレビを投げつければ止められるだろうと思ってたから。バカだろ。間にいるキバさんが、いや、こら来るな、いつもどおり変だった、こら翔ちゃん、お前さ、そこまで知ってんだったらさ、そう説明しろよ。断るたびにこの話を持ち出すんじゃなくてさ。